レシオタイム。俺の名前は車田育夫、48歳の独身サラリーマンだ。おお、ひどい雨だ。でもやっぱりこういう時ガレージがあるといいよな。俺はガレージのある家というよりガレージの上の家に住んでいる。要するにガレージ付きのコンテナハウスだ。家賃は1月6万8000円。そもそもがガレージ込みの建物なので駐車場代はかからない。濡れないで家に入れるのはありがたい。車を降りてガレージ奥の細い階段を登ればすぐ部屋に上がれる。これもガレージと家が直結しているおかげだ。ちなみにガレージのシャッターが閉まってる時はガレージハウスの側面の扉が出入り口になる。ドアを開けるとさっきの階段があって、そこを登れば部屋へ行ける作りだ。部屋の広さはガレージと同じで約4畳。コンパクトなキッチンが備え付けられていて、シンクの上には小型の網棚も設置されている。狭いだけに極力場所を取らない作りだ。よし、今夜はラーメンでも作るか。部屋のコンセントは4箇所あるので、その気になればそれなりの数の家電が置ける。でもスペースがないので、そもそも無駄なものは置けないからバランスが大事だ。実際のところ冷蔵庫を1台置いてしまえばかなり圧迫感がある。だけど狭いのがこの家のいいところだよな。余計なものを買わなくなったから無駄遣いもなくなったし、部屋もさっぱりするし。ん？あ、洗濯物だいぶ溜まったな。そろそろ洗わないとダメか。洗濯機はとてもここには置けないので1階のガレージの隅に設置してある。階段の上り下りはちょっと大変だけど、狭い家で健康のためのエクササイズができると思えばなんてことない。今日はあったかいし、ガレージに干しとけば明日までには乾くかな。夜中に洗濯機を回してもガレージハウスなので近所への騒音を心配する必要はない。自分の生活リズムを貫けるのは嬉しいもんだ。俺はここで特に不自由なく暮らしている。ガレージハウスには他にも普通のアパートにはないメリットが多い。まず何と言っても雨や風から大切な車が守られる。特に風の強い日は物が飛んできて車が傷つく可能性もあるけど、ガレージハウスならそれはない。それに閉鎖された空間なので車の盗難の心配もない。最近は何かと物騒だけど、ここなら安心だ。おまけにガレージは物置としても使えるので、室内に保管しきれない荷物を置いておくこともできる。そしてシャッターを開ければすぐに外の空間とつながるのもガレージハウスのいいところだ。今日は天気もいいし、久しぶりにやるか。車の脇にはささやかにバーベキューができるほどのスペースがある。だからたまにこうして七輪で肉を焼くのが最高の楽しみだ。ガレージには換気扇もついてるので煙たくなる心配もない。かー、うまいねー。やっぱり青空を見ながら飲むビールが一番だ。七輪でこうやってのんびり自分のペースで肉を焼くのがいいんだよな。一人だと誰に気兼ねすることもないし、以前はバーベキューをしようと思えば誰かを誘ってキャンプ場や公園のスペースを借りてやっていた。それはそれでもちろん楽しいけど、みんなとスケジュールを合わせるところから始まって何かと大変だった。でも今は自宅でいつでもできるので、気が向いたらすぐに肉が焼ける。それにここなら忘れ物をしてもすぐに取りに行けるし、終わった後もすぐ部屋に戻れるから疲れないもんな。ビールや肉もギリギリまで冷蔵庫で冷やしておけるし、自分の敷地内で焼肉ができるなんてすごく贅沢だ。普通のアパートじゃこうはいかない。まるで庭付きの豪邸にでも住んでるみたいだな。こんなリッチな気分になれるのもガレージハウスならではだ。そもそも俺がどうしてガレージハウスに住み始めたかというと、毎日の満員電車が嫌で朝の出勤ラッシュに耐えられなくなったからだ。当時の俺は少しでも便利な生活がしたいと思って駅近の条件を優先してアパートを見つけた。でもこんなのがあと20年以上も続くのかよ。これじゃあ会社に着く前にヘトヘトだよ。実際に電車で通勤してみると大変だった。特に夏は地獄だ。人混みに揉まれて暑いし狭いし臭いし、とにかく苦痛でしかなかった。そこで俺は引っ越しを考えた。
会社には駐車場もあるし、車で通勤すれば毎朝あんな思いしなくて済むよな。まずは駐車場付きの家を探さないと。でもいざ物件を調べてみると、駐車場付きのアパートは駅から遠いところにしかなく、駐車場代も結構高かった。あんまり田舎すぎても困るんだよな。その割に結構金もかかるみたいだし、やっぱり車通勤なんて俺には無理か。ほとんど諦めかけた時に見つけたのがこのガレージハウスだった。おお、なんだこれ、こんな家あるのか、面白いな。早速内見してみて、俺はますます気に入ってしまった。外見も意外とおしゃれだし、ガレージから部屋に続くこの階段とか味があっていいな。間取りは今の部屋より狭いけど、このサイズ感、一人暮らしにはむしろちょうどいいかも。ガレージハウスなら常に愛車をそばに感じられますし、お車がお好きな方はもちろん、最小限の持ち物で暮らしたいミニマム志向の皆さんにも人気の高いお部屋になってます。へー、いいですね。ここなら駐車場代を別で払わなくていいし、家賃も手が届くな。よし、ここに決めた。俺は実家に置いてあった愛車を取り寄せて、このガレージハウスに移り住んだ。今じゃこの家は俺の自慢だ。おお、いいじゃん、自分の城って感じだな。だよね、気に入ってるんだ。都会でマイカー生活なんて無理かと思ってたけど、またこいつに毎日乗れるなんて、本当にガレージハウス様々だよ。将来的にはもう少し広いガレージハウスに移ろうかとも思ってるけど、今はこれで十分だ。ただ8年もここに住んでいるといいことばかりではない。例えば夏になるとガレージの電気に大量の虫が寄ってきて大変だった。それでもガレージで食い止められればまだマシな方だ。中にはそのまま2階の部屋まで侵入してくるやつもいる。またが、くそ、切れないな。だから虫対策として殺虫スプレーや虫除けアイテムが手放せない。それに夏は別の問題もある。ガレージハウスは鉄骨でできているので通気性が悪い。だから日によってはサウナ状態にもなる。あっつー、エアコンもっと下げるか。いや、でも電気代がな。俺がここに住み始めた8年前はあまり気にせずエアコンを使いまくっていた。でも今は電気代もバカにならないのでついケチケチしてしまう。とはいえ体調が第一だ。だからとにかく水分補給だけはしっかりしようと備えを欠かさない。おかげでただでさえ小さな冷蔵庫がミネラルウォーターでいっぱいになってしまう。あれ、入んないな。夏はこんな調子で過ぎていく。そして冬は冬でまた大変だった。この建物は断熱性が低いので冬はかなり冷え込む日もある。え、寒っ。今夜はやばいな。雪でも降るんじゃないか。一度ものすごく寒い日には部屋の中で息が白くなったこともあった。他に困ることといえば揺れだ。ガレージハウスは振動に弱いので近くを大型のトラックが通るとガタガタ揺れたりもする。おっと、これは8トン、いや10トンかな。長年こういう家に住んでいるとトラックの大きさを当てる特殊能力まで身につけてしまった。とはいえトラックの揺れくらいは日常生活に何の支障もない。問題は、うわー、ぐーん、なんだ、でかいぞ。地震だ。地面が揺れるとガレージハウスは想像以上に振動する。やべえ、スマホ、財布、いや、とにかく逃げなきゃ。震度7はあったよな。とうとう来たか、南海トラフ、いや、直下型か。どっちにしてもあの揺れはやばかったな。みんな大丈夫か。だがこれは震度2程度の小さな地震だということがすぐに分かった。それを聞いてひとまず安心したけど、慌ててしまった自分がちょっと恥ずかしかった。いやいや、こういう時はカッコつけて逃げないよりもとにかく逃げた方がいいに決まってるんだ。これも避難訓練だと思えば、むしろガレージハウスに住んでてよかった、そう思うことにしよう。といろいろ大変なこともあるが、普段の生活に不自由はない。駐車場がついてて家賃も手頃だし、ガレージスペースは多目的で使えるし、俺にとってはメリットの方が大きい。欲を言えばもう少し部屋が広くて大きい窓があるともっといいよな。
で、窓辺で食後のコーヒーなんか飲んだりして、ああ、壁掛けのテレビも欲しいな。まあ、それはこれからの楽しみにとっておくか。俺はガレージハウスの魅力にすっかりハマってしまった。だからお金を貯めて、いつかは賃貸ではなく自分の持ち家のガレージハウスに住みたいと思っている。そのためには今日も仕事頑張らないとな。住まいが変われば気持ちも変わる。ガレージハウスは普通の家では味わえない刺激的な毎日を与えてくれる。でもそれだけじゃなく、今は俺に仕事へのやりがいも与えてくれていた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。